わあ、あっちゃん、あっちゃん、やりたすぎてしょうがないみたいな出てきた。すっごい入りたかったね。一応説明すると、猫マロさんからギフト券を、ギフトカードがいただいてて、それで買わせていただきましたね。すごくね、悩んだけどね、最近ちょっとね、足りてないかなって思うものです。なんだろう、あ、たまちゃんも見た、たまちゃんが先に見たよ。お、入った入った、たまちゃん暗いよ。もうね、猫たちはね、もうこれ昨日届いて、もうそれからずっとね、ずっと気になっとったよね。だけどもう段ボールボロボロになっちゃって。たまちゃん出る気ないね。これだね、また箱がね、ちょうどぴったりのやつできて、すごいね、猫にはいい感じ。あ、じゃあ来た。じゃあ来たよ。あちゃんも入る？もう落ちそう。そしてもう壊れそう、段ボールが。オープン！イエーイ！この箱がね、ちょうどいいけね、こうやってね、入りたくなるんよね。多分ね、猫たちね、段ボールしか分かってないけど。やった、大きい段ボールだみたいな。年末にね、段ボール捨ててから段ボールが全然ないから。あーちゃん、あーちゃんがもうカメラを襲撃してる。あーちゃん、それニカメさんよ。ニカメさん襲撃戦で。今回こちら買ったのは爪研ぎです。もうそっちが気になっとうね。お、爪研ぎ満々やん。60センチぐらいって書いてあったかな。これね、穴にね、入れたり。中も段ボールやけね、中も爪研げるってよ。じゃーん。いいやん、いいやん。そういうこと、そういうこと。あ、かわいい、かわいい。めっちゃ入った、たまちゃんが。あ、めっちゃ匂いよ。どうどう、どうです？穴から見たたまちゃんはこんな感じ。いいやん、いい感じ。ちょっと思ったよりすごいいい感じ。あーちゃんも入れてね、爪研ぎもできて。